安藤博士は東京都出身の競馬の元騎手。現横浜ベイスターズ通訳。日本工業大学附属中学校では野球部に在籍し、ポジションは二塁一種だった。同高校では機械体操部に所属。騎手としては主にカナダ、マレーシアで活動していた。ニックネームはハッピー。身長171センチメートル、体重48キログラム。 父はセタのキングなどの馬主として知られる安藤正大氏。日本の中央競馬の騎士となることを志したが、視力が悪かったために断念し、1999年に単身都営、競馬学校に入学。卒業後、ジョン・ゴスデン調教師の旧社で、下乗りとなり働き同国で、騎乗契約を結ぶことを目指すが、うまくいかず、2001年に、カナダに渡り2003年に、 騎士免許を取得。当初所属したウッドバイン競馬場では騎乗馬の確保に苦しむも、格下のフォートエリー競馬場専属になってから頭角を表し、2005年7月には重賞初勝利を挙げた。また、カナダのシーズンオフにはマレーシアでも騎乗し、通算110勝。2007年11月、日本に一時帰国していた際、 横浜ベイスターズの通訳募集の記事を偶然目にし、野球界で働きたいという責年の思いから応募。採用された。ありがとうございます。